はい、皆さんこんばんは、サンクチュアリ出版の山口でございます。こんにちは。山やってくれましたですね。どうもありがとうございます、はいはい、今日もねやっていきたいと思いますが、はい、奇抜な人の頭の中覗き放題ということでね、はい、一応このポーズはですね、あ、これなんですね。はい、なんかなんとなくこう指さすといいかなっていう感じなんですけどね、はい、皆さんもやってみてくださいということで、今日もね素敵な素敵な素敵なゲストをお迎えいたしました。3回も言ってくださいました。これもね一応定番にしております。さすがそこ気づいてもらいました。いや本当に毎回ねこれね、映画の批評家の、うん、淀川さんっていうメガネのおじいさんいるじゃないですか、はい、あの方がいや今日も面白かったね、いいね、じゃあそれでねまた来週ね会いましょうね、さよならさよならさよならって3回言うんですよね。あ、だから僕も素敵なっていうのを3回言ってみようっていうね。へ、あ、じゃあ結構なんかそういう背景からあるんです。リスペクトしてるんですよね。面白い。しかも神戸の方だったかな、関西の方でね、僕も関西人なんで、ちょっと取り入れてみましたということで嬉しいですね。じゃあなんかいいですね、いい話から始まりましたね。皆さん淀川長治さんだったかな名前な、ね、素敵な素敵な素敵なゲストをねお越しいただいて、はい、皆さんとしおりさん、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はじ、い、めましての方もいらっしゃると思いますので、はい、簡単にあの自己紹介というかどういうご活動されてますか。はい、ありがとうございます。あれやってくれないですか、しおりは。なんかしおりですみたいなね、さっき無理やりねあのポーズを山みたいにねポーズをね、うん、つけてみましょうって言ってね、やって無理やりやってもらったんですけど、なんかしおりですっていうのね作っていただいた。いいねいいねいいね、やればやるほどしっくりきますからね。練習します。はい、はい、じゃあ改めてこういう感じ、こういう感じです。はい、ありがとうございます。はい、はい、まあ、自己紹介としては、うん、皆里しおりと申します、はい、で、メルカリ活用で、まあ、月商7桁を、うん、稼ぐ専用サポーターっていうことで、まあ、プラスミリオネアメンタルっていうことで、うん、教えております。ミリオネア、はい、まあ、私自身が年商8桁を稼ぐ、うん、まあ、株式会社アウェルの代表取締役なんですけども、うん、それが結構3年続けられる人っていうのはあんまり多くなくて、ビジネスではね、うんうんうん、はい、でその中で続けられる要素っていうのはやっぱりノウハウだけでは ダメで、うん、メンタルも一緒に整えないと、うん、まあ、自分のこう過去なんかその、うん、私はいつもうまくいかないとか、私はいつも失敗するとか、うん、9割ぐらいなんかうまくいかない想像ができ始めたら本当はできるのに、うんうん、できないんじゃないかって思い込んでたら、うん、前に進めないので、うん、一番大切なのは行動することなのに、自分のこう過去のなんかこう失敗例とかで行動を止めてしまうのが一番問題なんですよね。なるほどね。そこを気合とか、うん、無理してとか努力とか忍耐で前に進むんじゃなくって例えば全然今できないから私はダメ人間だって思うんじゃなくて、うん、今日できなくても明日できなくても明後日できたら100点っていう言葉を伝えていくとできるんですよ、うん、初めて聞いた。私が作りましたから本じゃないですね。これは私の実体験からこういう言葉欲しかったなっていうのがもう100個ぐらいあるんですね。はあ、初めて聞きました。私作りましたから素晴らしいそれちょっと、うん、明後日できたらいいって、うん、はあ、いい言葉ですね。奥さん聞きました。うん、もうで、あとなんか日本って三日坊主ダメって言うじゃないですか。でも私3日続、まあ、続けることはもちろん大事なんですけど、うんうん、3日続けて4日目できないことあって、あ、4日目はできんかったわって反省するよりかは、うん、3日坊主で、まあ、2日しか続かなくても3日目できなくたら4日目からまた1回目から始めたらいいと思うんですよね。4日目から始めてもいいよ、うん、そう大切なのはなんか総合してたくさんできてた方がいいから、まあ、1日休んだぐらいでこの日に気がついたらもう一回その日から始めたらいいと思うんですよ。なんかね結構ね休んだら、うんうんうん、あ、もうここで終わっちゃったみたいな気持ちになるけど、うんうん、そうじゃないってことね、うん、だからもう私は反省しなくていいから改善したらいいって思うんですよ。改善、反省すると自分を攻撃するので、はいはい、辛いだけなので、その攻撃するパワーを前に全面的に押し出すパワーに変えていったら、だって
未来良くしたいから自分を責めるわけじゃないですか。あ、そうですよね、うん、って思うからやっぱりメンタル大事だなって思うんですよね。あ、だからそういうこう整えていくのもあれですけど、うん、こう自分の気持ちにこう気づくというか、そう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 、自分の気持ちに向き合っていくというような、うん、できてますか奥さん。はい、奥さんなんですね。わかんないけど、なんか これもなんか、うん、いろんな人見てくれてるんですけど、うんうんうん、なんか話しかけてる時はどうですか、はい、奥さんみたいなね。どうですか奥さん、なんかテレビショッピングみたいですね。そう、それはテレビショッピングから来たんですよね。なんかやっぱその視聴者の方にこう話しかけてるみたいなね、うんうんうん、のがあった方がいいかなと思って、奥さんってたまに言ってますけどね。あ、いいですね。お父さんっていうこともあるんだけどね。ちょっと変化球でもいけるね。そうですね、なんかお父さんに聞いてほしい時とかもあるんでね。はい、大事ですね。なるほど。なんでそういう今のそういうご活動をやってみようかなと思われたんでしたっけ。うん、そうですね、まあちょっと私自身が、まあ、ちょっと24歳の時に、うん、まあ、自分の心との向き合い方がうまくいかなくって、ちょっと体調を崩した時期があって、まあ、その時になんか自分の心と向き合わずに人からね、他人からこうやりなさいって言われたことを何の疑うこともなく受け入れていってたんですよ。で、我慢する、気合、努力、うん、本気さっき言ってたやつっていう言葉で毎日自分を鼓舞しながら仕事に行っていて、うん、でも完全にあの体がちょっとしんどくなっちゃって、うん、あ、もしかしてこのやり方は良くない、私にとっては良くないのかもしれない、じゃあ別のやり方ないだろうかって思った時に、うん、なんか失敗とか苦しんだ時に自分に攻撃していて、これを和らげる方法はないのかなっていうふうに、まあ、考えるようになったんですよね。考えて、うんうん、だから、まあ、そういうふうに考えていて、まあ、まあ、私ちょっと転勤族の妻で4年に3回ほど引っ越して、まあ、引っ越しがちょっと多いんですけど、まあ、その中で自宅でメルカリをね、うんうん、あの海外から輸入して販売するやり方をやろうと思った時に、うん、なんかしっかり自分の心と向き合わないと続けられないなって気がついたんですよ。ああ、なるほど、やってみたけど、うん、あの過去の辛い経験は二度としたくないから、どうしたら自分は前向きに継続してやりたいことできるのかなって思って、でもう10年ぐらい自分の心と向き合って、あ、これダメなんだ、これ辛いわっていう言葉とか、を貯めていってたんですよね。なるほどなるほど、で、まあ、今コンサルタントとして教えるようになった時に、うん、今、まあ、だからね、三日坊主ならまた4日目から始めたらいいとか、うんうんうん、結果続けたりとか、うん、行動し続けることを大切なので、自分責めることをなくしていったら、うん、なんと年商8桁3年連続の株式会社の社長になれたので、すごいですよね、うん、心の取り扱い方大事なんだよっていうことを、うん、もう全国の講座生にも教えているんです。なるほどね、うん、なれるかな。なれますよ。なるほど。そうです、あの私結構感情って皆さん、あの見えないって思われてるかもしれないんですけど、うん、感情を手に取るように見えるって言ったらちょっとスピリチュアル的な不思議な感じがあるかもしれない。霊視の人みたいなってことなんですけど、でもあの感情をもやっていう感情でなんか普段使ってる言葉とかが出てきたら、うん、じゃあこの言葉にはこの言葉をあのつなげよう、どうせダメだ、どうせできるっていう言葉とか、どうせできる、うん、どうせ私は嫌われるって言ったら、どうせ愛されるっていう風に切り替えていくと、うん、なんかね、自分を責めなくなるし、どうせできるって、そうそう、素敵ね、うん、どうせって聞いたら、その後なんかうまくいかないことを皆さん付け加えますけど、そうね、ネガティブなことが出てきそうですけど、うんうんうん、まあどうせできるわって、そう、どうせできるわ、どうせできるんや、そうで、ちょっと面白いじゃないですか。面白いですね、うん、でそういう言葉をもう100個、200個ぐらい開発してるんで、今日できなくても明日できなくても明後日できたら100点っていう言葉が生まれるんですね。あ、そう、何、言葉、それは結構何、はい、どうやってそのね、うん、いいこと言ってみたいなとかね、うん、思っちゃうんですよ。ちょっとテーマと外れて申し訳ないですけど、うん、そうですね、なんか発信とか、うん、あのインスタとかやってていいこと言いたいじゃないですか、うん、全然出てこないんだけど、うん、それってある日降ってくるの、それは。そうですね、まあなんか普段から、うん、まああの普段からずっと考えてるんですよ。どうしたらうまくいく言葉が出るかなって、なその時に、うん、あ、私なんか、いや私全然運動が、あの今まで外歩いたりして続いたりしないんですけど、うんうん、まあ、近所としてはやってたんですけど、運動は全然ダメだったと、うん、で2日はできる、うん、誕生日からやるぞって決めて、誕生日の人2日目まではできたけど3日目できなかった時に、あ、できないわって、でどうしたら、
だからその時にそのどうしたらできるっていう考え方があるんですよ。あいい、ね、どうせダメだじゃなくてどうしたらできるってことを考えると、うん、4日目からやったらいいんじゃねって。あーっとパッとその時にひらめくわけですね。そうなんですよ。かっこいいこと言おうと思ってないですね。あーどうしたら、なるほど、なんか自分が楽に楽しく、いやだから私なんか人に対してなんか悪いことしたら全力でごめんって言うんですけど、うん、自分にしか、まあ自分にしか影響しなくて自分だけのものだったら、うん、自分に対して責めない全力の笑える言い訳を考えるんです。なんかちょっとヒント分かった気がするけど、うんうんうん、だからその、うん、誰かにこう、うん、背中を押したり勇気が出る言葉を生み出されてるんですけど、はい、なんか基本はまずはご自身にかけてる言葉みたいな感じなのかな。あ、そうですそうです。おこれそうなんじゃない、人体実験です。なるほどね。そうなんですよ。初めからなんかポンと生まれたわけじゃなくて、あ、辛い、だから私が、まあ、先ほどから言ってる言葉は一回自分の中で一回辛いなとかもやっとしたものの解決方法ばっかりです。なるほど、うん、そうです。あ、そうです、そうだよ。そうです、今思った、全部ご自身にかけてる言葉だったんだ。そうですね、なんかどんだけ悩んできたんだろうって思いますね。あ、ほんとね。うん、そうなんだけどどうしたらいいかなっていう、うんうん、私ダメだとかもうこれ向いてないとかそういうことじゃなくて、うん、そう、その次に行ける言葉の声かけなんですね。うん、はあ、やってみて奥さんできるわ。そう、奥さん俺もやってみるわ。そう、そうかも。いや、なんかインスタでちょっと写真といい言葉入れてみたいなって、うんうん、外向いてた。あ、うちですよ、自分や心。うん、これ有料だな、これ無料で配信しちゃっていいのかな。この話、いやー、すっげー、そういうことか。うん、そうそうそう、いや本当にあの皆さんって言ったらあれですけど、昔の私は外に答えがあると思って探し求めてたし、人から言われることが全てだと思ってたので、まあ自分の心に留めためていったんですけど、でもその中で嫌だっていう気持ちと向き合ってなかったから、ちょっと一回しんどいなってことあったんですけど、実は自分答えっていうのは自分の中にしかないから、自分に興味を持ち始めたらなんか世の中見え方変わったし、すっごい人から感謝されるようになったし、なんかしおりさんが東京に行くよって言ったら山口さんも会いましょうって言ってくださったりとか、もうね、なんか奇跡みたいなことがいっぱい起きるようになりました。みんな自分に興味ないですか。ないかな。私、まあ、山口さんはまあいろいろね、あの勉強されていろいろ心理とかそういうところあるからと思うんですけど、結構びっくりしてる。そうだけど、まあ私の中でお話しさせていただいた方の中では、私と話して自分に興味がないっていうことに初めて気がつきましたとか、あ、なるほど、私は自分の感情と向き合ったことがないっていうことに気がつきましたとか、自分の感情が出てきたらすぐに行動で、自分のこう感情と向き合わずに行動で上書きしてたから、何度ももぐらたたきのようにこの辛い感情が出てきて いたけど、忘れる方しかしてなかった、抑え込んでたっていうことを言うけども、だから私その感情の向き合い方をやるから、だから、まあ、ちょっと別名、二度とへこまない思考っていうことを教えてるんですね。二度とへこまない、一回はへこむよ、私もへこんでるから。初めて聞きましたよ、私が作りましたから。おっと、すごいよ。なるほど、なるほど。だから一回はへこむの、私だって鉄壁なもんじゃないので。そうですよ。でも2回目出た時にこれが出てきたら、三日坊主なる私ダメだって言おうと思ったら、4日目からやったらいいんじゃねみたいなことを言っていくと、うんうん、2秒ぐらいであの戻ってこれるんで、はいはいはい、だからちょっと、うん、あの二度とへこまない思考みたいな感じで作り上げたんですよ。面白いです。うん、だから人体実験の成果です。なるほどね。はい、はあ、それ面白そう。続き気になりますでしょう、うん、はい、ありがとうございます、ね、でもこれ1月30日にサンクチュアリでなんとセミナーしていただけるということで、うんうん、リアルにお会いできるっていうのもあれなんですけど、はい、そのあたりも何かお話入ってきそうな。そうですね。で、まあ、今こう私の考え方っていうところをお話しさせていただいたし、あのまあなんか参考にできるなっていうところがあったらとっても嬉しいんですけど、でもこれも人からもらった考え方なので、
あ、これなんか見え方がすごい変わる、世界が変わるっていうのはちょっと難しいかもしれないなって思ってるんですね。うん、なるほど。だけどセミナーでは自分の潜在意識とちゃんと向き合って、うん、自分の言葉で、ああ私これがやりたかったんだって涙が溢れるような体験をしてもらおうと思います。なるほどですね、はい、だから聞いて影響を受けるだけじゃないよってことですよね、うん、そう、はい、一番大切なのは、うん、あの行動して自分で成果を、まあ、成果出せなくても、うん、経験することが大事なんで、うん、私の話聞いて満足っていうのはまだまだもったいないと思うんですよ。なるほどなるほど、ね、あの自分で見つけてくださいっていうところなので、だからこそ、まあ、今回ねあのお話いただいた時に引き受けさせていただいて、しかもリアルで、伝えさせていただく。で、まあ、ちょっと会場で話しかけていただいたらあなたに向けての必要な言葉をお伝えするかもしれませんし、わーすごい言葉飛び出すよ、はい、っと会ってほしいんだから、うん、僕は、うん、会いに来てください。はい、多分すぐチケット売り切れると思うけどね。はい、うん、行動ですよね、はい、今日もだってもうスケジュールびっちりですからね。この後ワクワクいっぱい ね待ってる中来ていただいて、本当に移動全部タクシーです。30分ぐらいの違いで全部あの、うん、やらせていただくので、はいはいはい、はい、いや本当にでもね、あの一人一人向き合うことはとっても大切なので、うん、私にとってはもう全力全力全力で3回です。3回ね、さすが取り入れも早い。ありがとうございます。さすがですね、はい、皆さんなのでぜひ熱くなってきたね。まあもうチェックしていただいて下にいろいろ貼っておきますので、はいはい、これができるの？そう、まあこれやってください。この下によろしくお願いします。はいはいはい、これね人生初です。あ、そう、はい、意外とこれからやってください、いろいろね、はい、あの皆さんに知っていただくことがあると思いますので、ね、いいね、これ TikTok か、いいねしてねって。あ、いいね、違う、おいや、いや、いい、あの高評価、高評価、あ、高評価、ね、やってみたい、高評価、でこれは何、高評価よろしく、高評価よろしく、あとチャンネル登録よろしく、あ、チャンネル登録よろしく、言えてない。メンタル、メンタルいや、いや、いや、あの失敗はね、ネタになるからね、いいんだよ、今私失敗したから、でもネタになると思ったから、ネタになる、もうすぐに二度とへこまない思考になったから、うん、2秒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 、キュッて戻った、はい、すごいですね、はい、ありがとうございます、はい、あれは、じゃあ今後はどんな感じで、最後、ご活動されるかっていう、まあ、あの、まあ在宅でね、うん、家にしながらメルカリとか、うん、アマゾンとか海外から輸入をするっていうところの、まあ、教えることはもちろんやるんですけど、うん、やっぱりビジネスで女性が輝く、うん、しかもお金を稼ぐっていうところは全力でこれからも応援していきたいと思うので、うん、うん、まあこれからはそうね、しっかりそういう結果にコミット、もっと売り上げを上げるっていうところに、まあ、全体っていうよりかは、まあ、個人個人個人でしっかり向き合っていうことをなんかもっとやっていきたいかなって思います。あとリアルで会うこと、うん、うん、ちょっとそれの第一歩なんですよね、このサンクチュアリ出版のイベントが。なるほどね、はい、それをやっていきたいです。今まではなんかコロナ禍でZoom とかが多かったんですけど、リアル実はあんまりやってなくて、うん、まあ、それでも成果出してたら、うん、もっとどうなっちゃうんだろう、一緒にどうなっちゃうんだろうって思います。めっちゃワクワクしてますね。いや本当に、あ、いいっすね、はい、嬉しい、そういう機会になりますのでね、うんうんうん、ぜひチェックしてくださいということで、はい、今日はどうもありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございます。どうも、はい、ありがとう、来てね、ご視聴ありがとうございました。本を読まない人のための出版社サンクチュアリ出版 YouTube チャンネルは人生や働き方を変えるヒントになるようなインタビュー動画を提供しています。人気の著者たちやインフルエンサーたちは普段どんなことを考えてどんな風に行動しているのか、ここでしか聞けない彼らの思考パターンや行動パターンをたどることによって、もっと自由に楽しく生きるコツを皆さんと一緒に学びたいと思っています。いっぱい笑える人生にしましょう。ぜひチャンネル登録お願いします。